じゃじゃじゃ、人の大きさすぎる。化け物か。じゃじゃじゃ、なんか結果。超かっこいいね。はい、コーツの趣味部屋へようこそ。今回もですね、怖い話しちゃいましょうか。ね、超怖い話が復刻の書。はい、まあ、前回とは違うんですけれどもね、また復刻の書に戻ります。第1回のね、怖い話ガムでやった復刻の書、はい、それをねまた買ってきました。なんでかって言ったらね、安かったんです。44円。あれ、ちょっと待って、44円、不吉だわこれ、今思った、不吉し気づかなかった、もう始まってたのか。まあね、この玲子ちゃんぬいぐるみ、前回ね、よーく見ていただくと分かるんですけれどもね、一時停止とかねして、パッケージの裏一時停止してね、皆さん見てみてください。期限とっくに過ぎてたんです。いや知らなかったわ全然。だって置いてあるからさ、期限は間に合うだろうと思ったらさ、過ぎてやんの。だからさ、で結構オークションとか見てもね、玲子ちゃんのぬいぐるみ出てないんだよね。だからもしかしたらダダ余りなんじゃねえのと思って、実はねダメ元で送っちゃいました。だって買っちゃったもんな、せっかく欲しくて。だからもしダダ余りだったらね、廃棄処分になる可能性があるからね、もし俺のあれが届いたらね、余ってたらじゃあプレゼントしてあげようかっていう気になるかもしれないっていうことで送ったんですけどね。はい、ということで、まあそれはねさておき、じゃあ早速ね、この超怖い話ガム復刻の書、はい、こちらですね、44円 cc だったんでね、cc5、すっげえな、顔認証はね全部ねこの人形の顔にピントが合うんですよね。怖いわこれ、すっげえバンバンピントが合う。まあ、皆さんはね、見えてないだろうけど、ということで5個買ったんで、1つずついきますか。はい、じゃあまずね1個目からいきます。よし、さあよっこらしょっと。はいはい、ではねまず第1話、お化け屋敷その24。はい、読んでいきますよ。家の近所にもう何年も人が住んでいない古い家があって、みんなお化け屋敷と呼んでいます。錆びた門はチェーンでがっちり閉められていて、塀の上は鉄条網が巻かれて人が入れないようになっています。このお化け屋敷に近頃奇妙な噂があるのです。道に面した2階の雨戸が少し開いているのです。その雨戸の隙間から誰かが通行人を覗いているというのです。クラスで騒ぎになりだしたので、僕とサトル君とで学校の帰りに真相を確かめに行くことになりました。僕たちはお化け屋敷の門を上から乗り越え、庭に出て雨戸を外したりして家の中に入りました。中は真っ暗で薄気味悪く、到底全部の部屋を探検する気になれませんでした。おい、2階の部屋だけ見てこんなところ早く出ようぜ、とサトル君が言いました。
たちはドキドキしながら階段を上がり、例の2階の部屋へたどり着きましたが、誰もいませんでした。噂されているように、僕自身が雨戸の隙間から外を見ようとしたその時です。サトル君の悲鳴がして、ドン、ドンと階段を落ちていくような音が聞こえました。慌てて階段に向かいましたが、サトル君の姿はどこにもありませんでした。それ以来、サトル君はこの家で行方不明になりました。今ではあの雨戸の隙間からサトル君を見たという人がたくさんいます。サトル君、これサトル君、はい、ということでね、第1話目はお化け屋敷ということでね、どこ行っちゃったんでしょうね、サトル君ね。あれかな、パラレルワールドかな、もう一つのね、世界線にある、はい、そういうロマンチックな話ではないと思いますけれどもね、はい、ではね、2つ目開けます。おお、すげえ飛んだぜ。よっこらセット、あ、し、はい、第2話目、ここにいるのは誰、その53。もう遅いよ。エルは稽古を怒りました。今日は友達4人で夕食を食べにレストランへ行く約束をしていました。3人は近くのコンビニで稽古が来るのを待っていましたが、稽古は40分も遅刻をしてきました。ごめんなさい、急いで来たんだけど、稽古は謝りました。エルは何か言おうとしましたが、エル、もう許してあげてよ、早くご飯行こうと他の2人に言われ、4人でレストランに向かうことにしました。レストランに着くと窓際の席に案内されました。外は真っ暗で、窓ガラスには自分たちの姿が映っていました。エルは窓ガラスを見てびっくりしました。窓ガラスには3人しか映っていないのです。テーブルに目を戻すと確かに4人います。稽古の姿が映っていない。突然エルの携帯電話が鳴りました。ママからの電話でした。稽古ちゃんが亡くなったって。恵子ちゃん、今日のお昼過ぎに家を出てすぐトラックにはねられてしまったみたいなの。病院に運ばれたんだけど手遅れだったみたい。信じられないことを話しました。まさか、だって恵子は今ここに、とエルは言いかけましたがやめました。隣に座っていたはずの恵子はいなくなっていました。恵子ちゃんどこ行ったの、っていうかエルの顔の方が怖いつかエルって名前がすげえけどな、外人さんすげえな、エルの顔の方が怖いよこれ。はい、ということでね、第2話終わりました。はい、では第3話目いきましょう。何が出るかな、何が出るかな、よいしょ、はい、第3話目、踊る猫の死体、その20。僕のお兄ちゃんが免許を取ったので、昨日の夜車でレストランに連れて行ってもらいました。その帰りの暗い道で野良猫を引いてしまいました。真っ黒な、ね、猫だったので、お兄ちゃんは
道に猫がいたことに気がつかなかったそうです。引いた時ね引いた時はニャーという大きな猫の悲鳴が聞こえました。助手席に座っていた僕にも車が何かに乗り上げたようなショックが伝わってきました。このあとすぐお兄ちゃんと僕は車を降りて引いた猫が大丈夫かどうか確かめました。車の後ろの方に猫はいました。暗くてよく見えなかったのですが、猫は足をパタパタと動かしてちゃんと生きているようでした。でも近寄ってみると猫の首から上がぺちゃんこに潰れていました。頭がないのに前足と後ろ足が踊っているみたいに激しくビクビクと動いていました。そして次の瞬間立ち上がって僕の方に飛んできたのです。うわぁ、僕は大声を出して逃げようとしましたが、猫の体はその後バタッと倒れて動かなくなりました。急なことだったので猫は自分が死んだことに気がつかなかったのでしょうか。はい、首なし猫っていうことですね。まあなんだろうね、その反射神経っていうかね、そのあれがまだ残ってたのかって、そういう物理的なね見解はいいとして、まあね、怖い話、まあ、ある意味ね心霊なのかなこれは、まあ、3話目ということでね。はい、ではね、4話目、44円で買ったやつの4話目ということでね、4が揃ったということでね、何か起きるんちゃうかこれ。おいしょっと。はい、4話目はね、慰霊碑その中止。K 君の学校は戦争が起きた時に大勢の人が亡くなった場所で、校舎の裏には慰霊碑があります。掃除の時間、 K 君はいつものようにクラスメートとふざけてほうきを持って走り回っていました。その時 K 君が振り回したほうきが慰霊碑に当たり、慰霊碑が倒れてしまったのです。うわ、呪われるよ。怖がるクラスメートに対して、そんなの迷信だ、俺は何も悪くないぜと K 君は威勢よく返事をし、慰霊碑を蹴りました。お前らも先生には内緒にしとけよな。 K 君は本当は怖かったのですが、みんなの前だったので強がった行動をしたのです。先生に叱られることも怖かったのですが、何より呪われるという言葉が怖くて、その夜はよく眠れませんでした。こっち、慰霊碑を壊した話はクラスメートたちも先生に言わず内緒にしていました。最初はビクビクしていた K 君も、翌日の昼ぐらいになると慰霊碑のことをすっかり忘れてしまったのです。授業中、 K 君の足元で何かが動く気配がします。もちろんそんな場所に誰かがいるはずもありません。恐る恐る机の下を覗くと、床から突き出した何本もの白い腕が K 君の足を掴んでいました。ちょっと股間のあたりにある手が若干怪しいけどね、なるほど、慰霊碑、まあ、慰霊碑とかね、そういうのはね、ほんとね、バチ当たりますからね。ちゃんと倒したらだったらね、ちゃんとこう元に戻すかね、ちょっとごめんなさい言わないとダメですね。はい、ではね、ラスト5話目いきます。よいしょ。はい、5話目はね、旧校舎のトイレその15。僕の学校には使われていない旧校舎がある。旧校舎は
戦前に建てられた木造の校舎で、めったに人が来ないので幽霊が出ると言われている場所だ。ある日、先生に旧校舎の資料室の整理を頼まれた。作業中、僕はどうしてもトイレに行きたくなって、旧校舎のトイレに友達を連れて行った。でも薄暗いトイレの個室に一人で入るのが怖くて、友達に外から声をかけてもらうことにした。用を足しながら扉の向こうの A 君に声をかけた。 A 君、そこにいる？返事がない。 A 君、いないの？もう一度聞くと低い声で返事があった。ここにいるよ。 A 君のいつもの声とは違う気がするけど、さては僕をビビらせようとして意地悪をしてるな。そう思って黙っていると扉の向こうから声が聞こえた。話し相手になってよ。僕一人だから寂しいんだ。ところがトイレの戸を開けると、そこには A 君の姿がない。資料室に戻って A 君に聞くと、僕がトイレに入ったのを見計らって怖がらせるつもりでこっそり先に資料室に帰ったという。トイレの中の僕と話をしていないし、声も聞いていないという。僕はそっとして全身に鳥肌が立った。僕が話をしたのは一体誰だったんだろう。旧校舎には友達を欲しがっている子供の幽霊が出るらしいという噂がある。なんかこれ実写かな。絵じゃないね、これ実写っぽいな。実写だな。なかなかこれはいいね、実写使ってるからねっていう絵を褒めてもしょうがないんですけどね。なるほどね。ということでね、まあ、前後は、今回ね、お話しさせていただきましたけれども、ね、まあ、皆さんはね、まあ、どの話がね、良かったかなんていうのは、まあ、どうでもいいですよね。前回も言いましたけどね。はい。ということでね、まあ次回のね、予告もね、この際ですからしておきましょう。ついでにね、これを買った、駄菓子屋さんがね、閉店セールをやっててね、それで安かったんですけど、もう一種類買ってます。それがね、こちらです。恐怖の心霊写真ガムっていうのをね、また44円だったんでね、これも、実はね、3つ買ってます。はい、こちらをね、次回、見ていきたいと思います。これは読むんじゃなくて多分見て、まあ、説明文ぐらいはあるかなっていう感じですね。はい、ではね、チャンネル登録してね、お待ちいただけるとありがたいです。もちろんね、あの皆さんね、いいねボタン押してくださいね。それが私の、勇気につながりますんでね。はい、ということで、今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。